メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはライオンズの先発本田がメットライフドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。際どいコースに送ってストライク。さあ2球目は何か。中への変化球外れました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている太田。本田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、これはどうだ。外崎アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスには3番近藤。ツーアウトランナーありません。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライク。インサイド落ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターは4番中田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。一塁牽制セーフ。インコース外れてボール。ストライクを取ってこれで追い込んだ。見逃し三振。三振を奪ってピンチを脱しました。2回の表ファイターズの攻撃。5番バッター渡辺。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。豪快なスイングは空振りになります。次が2球目。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。バッターは DH 清宮。本田、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。チェンジアップは入りません。ファウルになります。アウトコース見送っています。三振です。バッターは7番に入っている平沼。ツーアウトランナーありません。これが1球目。インサイド決まっています。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうか？そうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね。小宮山さんからお墨付きをいただきました。初球ストライク。2球目は何で来るか。まっすぐできました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。
ワンアウトです。バッターは9番に入っている石井。本田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー本田、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。初球ボール、これが2球目。インハイ決まります。低いところへ決めてきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。素晴らしい投球を続けています。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク、打ちました。取った、一塁アウト、スリーアウトです。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。回は4回の表、ファイターズの攻撃。打順は2番太田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は3番近藤。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。外の変化球、ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには4番中田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。失投気味でしたがバッター見送ります。あっという間にツーストライクです。ボールになります。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。2ストライクです。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。バッターは今日 DH に入っている清宮。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。本田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはライオンズが本田、そしてファイターズが吉川、この2人の投げ合いとなっています。打ちました、ショート取った、同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー1塁です。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、一塁には同点のランナー、バッターボックスには平沼。そうですね、バントも十分考えられますね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打順は8番清水、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。低めの球、手を出しました。ノーボールツーストライクです。牽制、一塁はセーフ。次が3球目、ファウルになります。
次が4球目。打った山田が掴んで3アウトです。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ、慎重にですね。そうですよね。打った、高く上がった、フェンス直撃、先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは金子。まあ送ってくるんじゃないでしょうか。なるほど、そうですか。さあ2球目は何か、バントしました。平沼一塁へ、アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、まず最初のボールを決めていきました。右中間へ持っていった、これは大きな打球、真ん中深いところ破っていった。セカンドランナーサーブキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、ライオンズ追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。今日は非常にコントロールがよくストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。メットライフドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃、打順は9番石井。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ライオンズリードでインコース詰まりました。ここは打ち上げています。この先が抑えています。ワンアウト、打順はトップに帰って西川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。危ない球です。4球目は何で来るか。変化球空振り。バッターボックスには2番太田。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球空振りです。打ちました山田。太田、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。打席には3番バッター近藤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。高めのボール、ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー二塁一塁。さあライオンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ってこともありえますからね。そうですよね。まあただこういったプレッシャーの中で力を発揮しきれない場面も見受けられますから、自信を持って投げてほしいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。掴んで3。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。渡辺ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、バッテリーも送ります。取りました、一塁送球、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球から際どいコースをついてきます。
このコースに投げられるとね、そう簡単には打てませんよ。はい、空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。さあ、そして打席には清水が入ります。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあ、ここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。すぐに追い込みました。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは8番山田。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。インサイド変化球外れます。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、この終盤一塁には追加点のランナーです。バッターボックスには金子。まあ、ここは送っておいていいんじゃないでしょうかね。はい、さあ、ここは送ってくるんでしょうか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。これが4球目。ここは1球外してきたでしょうか。はい、これで高め打ちました。さあ、どうだ。レフト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強い打ちました。痛烈、これはセカンドライナー。8回まで来ました。追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスは9番石井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズリードで迎える8回です。アウトコースへ決めました。思惑通り振ってくれましたね。これはボール球、振ってしまいました。打ちました。取った。一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順はトップに帰って西川。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。本田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられません。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。西川、ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁です。バッターは2番太田。先ほどの打席は内野安打でした。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ、バッテリーも警戒してましたからね。キャッチャーよくさせてくれましたね。はい、ランナーはいなくなりました。いや、よかったですよ。はい、そうですね。空振り三振、スリーアウト、チェンジ。さあ、マウンド上は本田。無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。スライダー空振り、ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。秋山抑えてワンアウト。4番バッター中田、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。初球簡単にストライクを取ります。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。ライト方向を流しました。ライトの前に落ちました。中田、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、初球は何か。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目。速いボール、膝元決まってストライク。
さあ追い込んで次は何で来るか、まあ、ピッチャー有利のカウントですから、まあ外のストライクからボールになる変化球を引っ掛けさせたいですね。なるほど、打ちました。ファーストゴロ、山川一塁そのまま入ってアウト。さあそしてバッターボックスには清宮が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですよね。いいボールが来てますよ。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。わずかに左に切れました、ファールボール。空振り三振、ここは投げ勝ちました。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。西武ライオンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですから、これも相当評価していいと思いますね。ベンチの大きな期待に応えました。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。